こんばんは、岩田ですえ。今日取り上げてみたいのはですね、鈴木宗男氏の問題です。まあ、これはですね、はっきり申し上げて、この人はロシアのエージェントじゃないのと思えるような発言を繰り返しています。日本の国会議員として私はふさわしくない人物であろうというふうに確信しています。えまたですね、えっ、ー、と、宗男氏がブログを更新しました。ちょっと読んでみたいと思います。ドイツが、ドイツ製戦車レオパルト2をウクライナ に14両供与することを決定したアメリカも米戦車エイブラムスを、えー、供与するとバイデン大統領は発表した、まあ、これはですねウクライナにあの支援をするということですね直接、えー、ウクライナに、えー、兵隊をですね米兵だとかドイツ兵だとかって送ることはこ集団的自衛権の行使になってしまうわけですけれどもドイツが、えー、できないその代わりに、まあ、武器をですね供与するという形で応援してるわけです。 で、これに言ってどんなことを言ってるか。欧米がこうした武器を供与することにより、一つ間違いなく言えることは、戦争が長引き犠牲者が増えることである。その犠牲者は子供、女性、お年寄りが一番被害に遭うのである。え、これね、要するに、戦争が長引き犠牲者が増えることであるっていうのは、どういうことを言ってるかって言ったらですね、鈴木宗男氏が言ってるのは、もう無駄な抵抗なんかやめちまえというふうに言ってるわけですよ。 抵抗するから戦争が長引くんだろうと。これむちゃくちゃな論理ですよ。要するに侵略する側の意のままにせいということを堂々と論じてるわけですよ。これはね、国際常識から考えてみてもありえないことを言ってるんですね。個別的自衛権を行使している正当な、これは国連で定められた権利です。国際法にも合致したことをしているウクライナに対して、ロシアが行っているのは侵略行為です。 で、これは、で、その侵略行為をやってる側にですね、あの、早く降伏しちまえというふうに言ってるわけですね。これ要するにですね、泥棒とですね、泥棒がいきなりですね、警察のところにかかってきたらですね、その警察官に向かってですね、お前が無駄な抵抗してるから、それなびくんだろうと、さっさと投降しろというふうに言ってるのと等しいわけです。 えっと、ウクライナは正義じゃないでしょというふうに思うかもしれないけれども、それは違います。これは国連のですね、国際法の合致してるのはウクライナであって、侵略戦争をしてるのはこのロシアです。先般も申し上げた通りですね、どっちもどっちっていう理屈をね、すごい日本人は好きなんだけど、この場合どっちもどっちは当てはまりません。はっきり申し上げて、ロシアが悪い。それだけなんです。で、それでですね、戦争が長引き犠牲者が増えると。だったら、 ロシアがですね、これ兵を引くべきなんです。当たり前ですよね。なんでロシアが侵略行為をやったことをですね、求断しないで、抵抗するウクライナの方にですね、あの、求断するのか。その心はですね、ロシアの代理人としか思えないわけですよ。プーチン大統領の代理人というふうに見えますよね。武器をくれ、時間がないとウクライナ、ゼレンスキー大統領は声高に訴えるが、 ならば、自前で戦えない以上、戦いを止めることは筋であり、欧米のリーダーはウクライナに我々が中に入るから話し合い停戦だと、なぜ言わないのか。これもね、むちゃくちゃなこと言ってます。自前で戦えない以上って、この論理を認めたらですよ、中国が台湾にですね、こう、武力侵攻をね、その可能性を捨ててないわけです、習近平は。はっきり言ってるわけです、自分で。でも、やっぱり国際社会の目が怖いからですね、今、武力侵攻してないんです。 これは習近平がですね、プーチン大るようですね、人情化ですよとかなんか言ってますけどね、習近平が人情化だから台湾を攻めないわけではありません。習近平が攻めないのは国際社会のこの経済制裁でありですね、制裁が怖いから攻めないんです、今。で、じゃあもしですね、この胸を、理論をですね、ももしですよ、あの、適用するとどうなるかって言ったらですね、 どう考えたって、中国のね、人民解放軍と台湾と人口が圧倒的に違うでしょで、この人口が圧倒的に違う中国が台湾を侵攻したらですね、それはね、その台湾だけで対応できるわけないんですよ。台湾はもちろん戦うでしょ。だけどその時に国際社会に対して助けてくれというふうに訴える。そこに対してね、胸を何を言うかと言ったらですね、こらと自前で戦えないくせに無駄な抵抗をするんじゃないとこれね、はっきり申し上げて、 帝国主義者の論理ですよ。要するに、自前で戦えない方が悪いと。自前で戦える国だけがですね、じゃあそれは権利をですね、どんどん拡大していっていいのか。まさに帝国主義じゃないですか。帝国主義時代っていうのは何かって言ったらですね、強い国が弱い国をですね、侵略しても、それは合法とされてたんですよ。弱い方が悪いという世界だったわけです。で、弱い方が悪いっていう世界だと、 戦争がおびただしい数の戦争があるとだからまずはですね第一次世界大戦で多くの人が亡くなったそれで国際連盟というものを作るわけですでも国際連盟はうまくいかなかったなぜかといったらですねウィルソン大統領っていうね国連作るんだ作るんだというふうに言ってたアメリカの大統領がいたにもかかわらずアメリカがそもそも国連にですね加盟しないということそれからですねソ連も加盟してないということですね で、えー、この話し合いでね、すべてを決めていくんだということがうまくいかなかったわけです。ですから国際連盟ができたにもかかわらず、第二次世界大戦というのが勃発してしまう。で、第二次世界大戦が終わった後にですね、じゃあもう戦争を違法化しようよと。つまりもう今までもう戦争は国家の権利だったんです。だから、宣戦布告してもう戦争しますというふうに言ったら、それはしてよかったんです。 それは道徳的にどうのこうのってあるけれども、合法だったんです、昔は。戦争すること自体が。だけど、それが、そういうことやってるからね、戦争が耐えない。人な、人々が不幸になるということで、それはやめようということで、戦争を違法化するということをやってきたわけですね、人類は。で、その戦争を違法化するというですね、人類の行為を踏みにじるような発言なんですよ、ここで言ってるのは。なぜかと言ったらですね、弱いのは、 無条件に降伏しろって言ってるわけですよ、これ。何言ってるで、国際社会もそれを助けちゃいけないと。武器を応援したりですね、なんやかんやという、いろんな形での応援ってありますけれども、そういう応援もしちゃいかんと。そうするとね、これはどういうことになるかって言ったらですね、じゃあ、サダム・フセインがですね、クウェート侵攻した時全世界が一丸となってクウェートを応援したわけです。まあ、日本はですね、この時自衛隊を派遣してできない、えー、この湾岸戦争シンドロームというのにね、かかるわけですけれども、 まあこの時以来ですね、あの時以来日本は何とか変わっていかなくちゃいけないというふうになっていったわけですけれども、でも国際社会の秩序を守るために全世界が一丸となってクウェートの側に立つと、サダム・フセインは侵略者であるということをですね、世界に対して示したわけですよ。で、これがまあ理想だったわけですね。あの国際連合ができて。ところが今回はですね、 その、常任理事国という拒否権を持っているロシアが侵攻したものですから、これ、いくら国連で言ってもですね、拒否権発動されちゃうと何もできないと。まあ、こういう状態になってるわけですね。このね、論理はね、サダム・フセインだって、何やってんだと、クエートと。弱いじゃないか。クエートは弱いんですよ。本当にちっちゃい国ですからね。だからもう、慌ててね、逃げ、王さんを逃げ出し、逃げ出してるわけですけどね。でも、じゃあこの時もね、国際社会が、 クエートの側に立ってやったけど、胸を理論だったらどうなるかっていうとね、自前でね、戦いもしないね、国のことを応援するとは何事かと、とっとと降伏しろというのと同じ。これ全世界でですね、力の強い国が弱い国をですね、この攻めていくという弱肉強食の恐るべき帝国主義時代にですね、逆戻りしますよ。で、こういう理屈はですね、全くね、あの、国際社会の現状を認識できていない。 で、認識できていないか、ロシアのプーチン大統領のことを擁護するために、自分でもむちゃくちゃなことだと言いながら、思いながらね、言ってるか、どちらかでですね。ウクライナゼレンスキー大統領は5代、10代、15代ではなく、もっと大量の戦車が必要だと24日は演説している。どんな頭作りなのかと首をかしげる次第だ。いやぁ。 どんな頭してるのかっていうね、頭作りなのか。頭作りって言葉初めて聞きましたけどね。私はこの胸押しのね、どんな頭作りなのか。こちらの方が気になりますね。世界の首脳は冷静に平和に向けての努力をしてほしいものである。今こそ岸田総理は停戦に向けてのリーダーシップを発揮すべき時であり、日本は欧米と違い、ウクライナに武器供与はしていない、仲立ちをする資格を有している。岸田総理が1にも2にも停戦だと、1日も早く声を出すことをや願ってやまない。 昨日、日印協会の会合で森元総理は、ロシアは負けることがないと述べたと報道されている。私も国力から見て、ロシアが負けることはないと考えている。ロシアが負けることがないと考えているからね、じゃあロシアをね、全面的にそう、仕方ないでしょと。攻められた方が悪いん。だって、強いものが攻めてきたんだから、うん、弱い方を負けるしかないじゃないと。むちゃくちゃですよ、こんなの。本当にね、こんなことをね、あの、言ってたらね、 あの日本がねもしどこかの国にですね中国に侵略された時日本にも同じことがかかってきますよ要するに何やってるのと自前のね自衛隊でね戦えないんだったらね何のとそれ全部ね中国にこれはもう差し上げろと差し出せと何日本人がね無駄な抵抗してるんだというふうに言われそうですねでこれ言われた時にですねいやいや日本はね自分たちの独立を守るために戦うんだと日本が中国になるわけいかないって言ったら何言ってんだと 国力から見たら中国の方が国力大きいですよと。何を言ってるんですか中国が負けることはありえない。こんな無茶苦茶な理由でね、日本への侵略がですね、正当化されてたまるものかというふうに思いますね。で、もうね、わけがわからないこと言ってるんですよ。ロシアのプーチン大統領は18日に工場に行ってですね、従業員と対話して、皆さんが生産している防空ミサイルは、米国で生産されているミサイルの 一年に3倍以上の数を生産しています。そして全体として我が国の防衛産業は様々な目的の防空ミサイルを世界の全ての軍産複合体が生産するのと同じぐらい生産しています。生産量は世界と比較して型を並べることができます。だから私たちは頼るべきものがあるのです。そしてこれらは全て私たちが勝つという確信を与えるものでしかないのです。と述べている。だから何なんだということなんですよね。つまり自分たちは強いぞというふうにプーチン大統領が言ってるわけです。 そりゃあ、ね、侵略した国家がですね、すまそうんと、もう負けそうですと、あの、ウクライナはね、一発でもうすぐね、ウクライナあの倒せると思ってたんだけど、なんか知らないけど、ゼレンスキー大統領ってのが出てきて、国際社会に協力を求めてですね、もうね、もうプーチン大統領、もうプーチン嫌になっちゃったみたいなことを言ってもですね、それには戦意公表しないですよね。我々勝つと、言い続けなきゃ、それは話にならないですよね。 もうプーチン反省してますとかなんか言ってね。てへとかなんか言っても、それで許される問題じゃないですからね、こんなのね。で、またね、不思議なこと言ってる。過去の歴史から見て、終わらない戦争はないのである。知ってるよって。別にね、鈴木宗男氏に言われなくたって、終わらない戦争はないのであるって。それ知ってるでしょ。まだ誰だって知ってる小学生だって知ってますよ。何言っとんのという感じですね。78年前の日本を考えていただきたい。 半年早く降伏していれば、東京大空襲も沖縄戦も、いわんや広島、長崎に核が落とされることもなかったのである。これです。この論理、許しちゃいけない。朝日新聞とかもよくやる論理ですね。つまり、もっと早く降伏していれば、日本の天皇陛下がもっと早く降伏を決断していればよかった。日本をもっと早くやる。これね、全然間違ってるんです。何が間違ってるかって言ったら、あの時ですね、アメリカは無条件降伏ってのを突きつけてきたわけですね。で、 あの、全人類史上ですね、無条件降伏なんて突きつけるってうのはないんです。あの、よく間違ってる人いるんですけど、無条件降伏ってのは、相手のことを無条件で許してあげるよっていう降伏の仕方ではないですよ。そうじゃなくて、降伏する側が、例えばですよ、せめてね、えー、じゃ日本の幸福降に、日本語をね、廃止するってことはやめてくださいよ、とか、条件をつけるわけです。降伏するときに。 いくらなんでも、本土のね、半分をアメリカが持っていくってことはやめてくださいよとか、そういう条件をつける。有条件降伏っていう。これがと当然なんですよ。だってそうしなきゃ降伏した後に何されるかわからないじゃないですか。だから、条件をつけるんですね。で、これがあの普通の戦争の終わらせ方なんです。ところが、ルーズベルト大統領っていうのは、もうなんか正義対悪の戦争だっていうふうに、日本のことを悪魔化して見ていたもんですから、 無条件降伏っっていうのにこだわったんですねでチャーチルがですねこんなこと言ってるから日本がねあの戦争をねあの終わらせないんじゃないとだからこれやめた方がいいんじゃないのって言ったらダメだとこれ無条日本人ってのは何するかわからないと無条件降伏以外ないんだというふうに言ったルーズベルト大統領っていうのは本当に日本のこと嫌いだったんですねでそういうですね大統領いてでアメリカはですね無条件降伏以外ありえないというふうに言ってた。 もしですね、アメリカがですね、これはね、アメリカの中の地日派、で要するに日本のことよく知ってる人たちは、天皇の地位をですね、保全すれば、すぐね、この日本は降伏しますよ、というようなことを言ってたんですよ。だけど、もうん、いや嫌だと。で、ルーズベルト大統領が亡くなってトルーマンになりますね。で、トルーマンになるとですね、今度はね、戦争を長引かせたかったんです、トルーマンは。なぜかっていうとですね、原爆がね、開発されたわけです。 で、この原爆を落としてみたかったんです。これ事実ですよ。原爆を投下するまで、日本は降伏してもらっちゃ困るんですよ。これが悪魔のような国際政治学なんですよ。これ事実です。私の意見ではないです。えー、こ細かく読みたい方はですね、えー、長谷川という方の書いたですね、安東という本をね、中古文庫にもなってますから、ぜひお読みいただきたいんですけど、これいい本です。 非常にいい本です。で、これで明らかにされてますけれども、そしてまた、岩立大学の中でもですね、えー、第1回の講義でこれ言ってますけれども、細かく紹介してますけれども、原爆を投下させるまで、日本には降伏させたくなかった。だから引き延ばしたんです。だから、半年早くし、えー、降伏していれば、東京大空襲も沖縄戦もいわんや、広島長崎に核を落とされることはなかった、なんていうのはですね、これはね、後知恵であって、当時のアメリカの ことを何も考えてないつまり「もっと早く終わっとけばよかったじゃん」ってそれ言うのは簡単だけど相手にですね戦争を終わらせる意図がない時にですねどうやって終わらせるんですかと。何かね日本人って本当にねある意味で自己中なんですよ。日本が降伏したいって言ったら相手全部認めてくれると思ってるけどそんな簡単な世界じゃないんですよ国際政治っていうのは。自分がこうしたいと思っても相手を拒否するってことだってあるわけですからね。 だからそういうことを考えないで簡単にですね、半年早く降伏してればよかったなんていうのは、もう日本史、我々の先人に対するですね、冒徳以外の何でもないと私は思いますね。大本営が一億総玉祭一平になってもあおり、女性に竹やりを持てといい、結果としてどうなったか。今のウクライナゼレンスキー大統領の発言と大本営発表が私には重なってくる。アホかと、ああいうふうに申し上げたい。で、これ、胸押しが怒ってるですね。 この戦車をやったことについては NHK がですねこれまあ比較的客観的な報道をしていますドイツ政府はウクライナに対してドイツ製の戦車レオパルト2を供与すると発表するとともに戦車を保有している国がウクライナへ供与することを認める方針を示しましたウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは強く反発しています面白いでしょ ロシアが強く反発していることに日本国内で日本の国会議員が一人強く反発してるんですよ。これロシアのためにあなた働いてんじゃないのという気がしてならないですよね。ニコ大隊を速やかに編成することを目標に第一段階としてドイツ軍から14両をウクライナに供与する方針で国防省は25日最初の戦車を3ヶ月後に届けられるという考えを示しました。またドイツのメディアは国防省の報道官の話として 来月にもウクライナ軍の兵士向けの訓練が始まると伝えています。さらに発表では、ポーランドなど、ヨーロッパ各国が保有するレオパルト2についても、ウクライナに供与することを認める方針を合わせて示しました。攻撃能力が高いことで知られるレオパルト2のウクライナへの供与について、ドイツは慎重姿勢から転じた形で、ショルツ首相は議会の演説で、我々は国際社会と連携し、 戦車の供与がドイツにとってリスクにはならないよう行動していると国民に理解を求めました。ドイツ政府の発表について、ウクライナの大統領府長官は25日、最初の一歩が踏み出されたと SNS に投稿して歓迎した上で、各国から多くの戦車が供与されることに期待を示しました。これに対して、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシア、これね、間違ってますね、NHK をね、ロシアと 日本のごく一部の鈴木宗男議員は強く反発していて、ドイツに駐在する大使は25日声明を出し、極めて危険な決定は紛争を新たな対立のレベルにまで引き上げるものだと主張しました。ロシアの専門家、レオパルト2をはじめとする欧米からの戦車の供与について安全保障に詳しいロシアの専門家、ドミトリー・ソロンニコフ氏は25日 NHK のオンライン取材に応じ、 ロシアにとって極めて深刻でかなり真剣に対応する必要がある。ロシア軍にとっては困難な挑戦で最大限集中して対応すべき課題となると述べ、これまで同じ旧ソビエト製の戦車を相手にしてきたロシア軍は厳しい戦いを強いられるという見方を示しました。その上で戦車の供与が戦況に与える影響については、ウクライナ軍は明らかに春の終わりから初夏にかけて攻撃に打って出ようとしている。南部の都市メルトポリやクリミアの方面に向かうことが目標だとして、 ウクライナ軍が戦車を活用しロシア軍が掌握している南部の都市の奪還などに向け反転攻勢を強めようとすると分析しましたまた今後のロシア側の対応についてはウクライナへの兵器の供与を止めるため作戦を変える必要があるロシアはこれまでのところウクライナの輸送インフラを破壊できてないとして欧米からの戦車の供与を妨害するためロシア軍がウクライナ国内の鉄道など戦車の輸送ルートへの攻撃を強めていく可能性があると指摘しましたということなんですね。 まあ客観的なな報道ではないではいしょうかでちょっと前にねこの鈴木宗男氏は何て主張していたかって言ったらですねちょっと前ですよのブログにはんて書いてあるドイツはドイツでウクライナに戦車を供与することを先延ばししたそれぞれ、えー、国益を、えー、考えての判断であるこうやって言ってるんですよ日本もインドドイツに見習う点があるのではないかおじゃあ戦車供与しますかという話になりますけどこれはね、まあ、鈴木宗男氏が見誤ってるんですよ。それは ドイツのですね、首相はですね、ショルツ首相って、この人ね、社会民主党ですよ。社会民主党って聞いたら、えというふうに思うでしょ、皆さん。どっこいどっこいですよ。どっこいどっこい社民党ですよ。が、戦車へ行けというふうに言ってるんです。で、彼についてはですね、フォーリンアフェアーズという、これ外交のね、専門雑誌があるんですけれども、この中にですね、オラフ・ショルツ氏、ドイツ連邦共和国首相としてですね、投稿してます。 変化したグローバルな潮流とということをです、ね、言ってますえ今画期的な時代大きな変化の時代になっているとサイテン・ベンデというふうに言ってますねサイテン・ベンデの時代だというふうに言ってますがで冷戦後のドイツからです、ね、今までのことをです、ね、分析した、まあ、極めてです、ね、冷静に分析した論考を発表してますのでそれをです、ね、皆さんと共有したいと思います。えまず、えー 冷戦が終結した後どうなったかと言ったらですね、ほとんどのヨーロッパ諸国は軍隊の規模と国防予算を削減したと。ドイツにとってその理由は単純だった。隣国のすべてが友好国、あるいはパートナーになりそうなのに、50万規模の大戦力を維持する必要はなかった。これわかりますよねもうソ連は崩壊して、で、ロシアになって民主主義国家になるんじゃないかというふうに思われてたわけです。で、周りがですね、フランスとかですね、そういう国ばっかりだったら、 別に大軍隊をですね、あの、擁立しておく必要ないと。日本は違いますよ。北朝鮮があり、中国があり、ロシアがありということでね、まあ、ロシアの危機は、まあ、この冷戦が終わった時、一回、こ、えー、うなんかあ、ないんじゃないかというふうになったけど、中国も、えー、北朝鮮もありますから、日本はまた別ですけれども、この、えー、ヨーロッパではですね、まさに平和なね、ヨーロッパがようやく実現したという時代になっていた。で、ところがですね、 冷戦期にあってもエネルギーや原材料の膨大な資源を持つロシアは信頼できる供給国であることが立証されていたし少なくとも当初はこの有望なパートナーシップを平時にも拡大することが懸命だと考えられたつまりソ連時代でもうまくやってたんだから民主化したロシアだったらもっとうまくいくだろうというふうに考えたしかしプーチン大統領は共産主義体制の平和的解体をより大きな自由と民主主義拡大への契機と捉えるのではなく 20世紀最大の地政学的惨劇悲惨の惨に劇で惨劇ですねで、えー、要するにロシアソ連が崩壊したことはプーチン大統領にとってはもう20世紀最大の悲劇だと言ってるわけですええー、と思いますよねアウシュビッツとかですね、えー、あるいはスターリンの、ね、大虐殺とかではなくてソ連が潰れたことが20世紀最大の惨劇なんだと地政学的ね惨劇だとおかしな話ですね で、さらにですね、やっぱり、えー、プーチン大統領は、いえー、昨日、今日にですね、こういうことを考えてるわけではない。2007年、プーチンはミュンヘン安全保障会議で、ルールに基づく国際秩序。つまり、ルールに基づく国際秩序っていうのはですね、何かって言ったら、武力でですね、実力の行使によって、えー、この現状をですね、維持を、この現状、維持されてる現状をですね、こう変更すると。つまり国境を変えるとか、そういったことはやってはならないと。 いう国際秩序はアメリカによる支配の道具にすぎないと批判する攻撃的な演説をした。翌年ロシアはグルジアに侵攻して戦争を開始した。2014年にはロシアはクリミアを占領、編入しウクライナ東部のドンバス地域の一部に部隊を派遣した。これは国際法及びモスクワ自身の条約上のコミットメントに直接違反する行動だったと言ってるんですね。で、じゃあどうなるかと。 でここはね、宗教と全く違いますよ、このショルツ氏が主張しているのはプーチンの思い通りにさせてはいけないロシアの失地回復的帝国主義を止めなければならない防衛力に投資しヨーロッパの軍需産業を強化するだけでなくヨーロッパ東部での NATO のプレゼンスを考え、支えウクライナ軍に訓練と装備を提供しなければならない言ってるんですよ、これちゃんと。 だからこのショルツ氏がですね言ってるわけででこのだから宗をはねドイツ見習ったらどうだというドイツ見習ったらこうなるんですよということですね過去30年間ドイツの安全保障と軍の装備に関する決定は平和のヨーロッパを前提としてきただがこれからはヨーロッパにおいて我々と同盟国が直面する脅威特にロシアの脅威がどのようなものになるかが問われることになる言ってつまり平和なヨーロッパを前提としたけどもうこれ変わらなきゃいけない ロシアがどういうふうに出るかっていうのを真剣に考えなくちゃいけない時代が到来したというふうに述べてるわけです。で、こうやって言ってます。ドイツ政府が最初に下した決断の一つは、約1000億ドルの特別基金を設け、ドイツ連邦軍の軍備を増強することだった。この基金を設立するため、憲法も改正した。憲法改正を行ってでもですね、軍備拡大を行ったと言ってるわけですよ。これ立派ですよ。社会民主党ですよ、皆さん。 どっこいどっこいとか言ってるよね。とんちんかんな人いますよね。これ全然違うんじゃないですか。まともですよ。この決定は、1955年に連邦軍が設立されて以降、ドイツの安全保障政策に最も大きな変化をもたらすものだ。目標は、我々の、我々と同盟国が信頼できるドイツ連邦軍を整備することだ。それを達成するために、ドイツは国内総生産の2%を国防に投資する。 2%投資するって言ってるんですよ。これがね、社会民主党であってもここまで言ってるんですよ。どれだけ真剣にウクライナの問題について考えてるかわかるじゃないですか。それに対してこの胸押しの主張って一体何ですかロシアの言うことを聞けロシアの言うことを聞かなきゃダメだ何やってんだゼレンスキー早く言うこと聞けと日本国内で絶叫してるわけですよ。これね、本当に、もうね、国際社会にね、出すのが恥ずかしい レベルのこのたわごとですね。ドイツ人これ,こ,れはこれらの変化はドイツ社会における新しい考えを反映している今やドイツ人の大多数は敵対国を抑止し自国と同盟国を防衛する能力と体制を備えた軍を必要としているという立場を受け入れている日本もそうなろうではありませんか皆さん敵対国を抑止し自国と同盟国を防衛する能力と体制を備えた軍を 必要としているんですよ、日本も。なぜそうならない中国がこれだけ軍事費を拡大していて、北朝鮮はミサイルバンバン飛ばしているのに、なんでそうならないんだと、日本だけ。ドイツであってもですよ、ここまで変わって。社会民主党であってもここまで変わっているのに、なんで日本はですね、この自民党のですね、岸田首相が、ようやく、えー、反撃能力、敵基地攻撃能力を持てたという時にですね、歓迎すべき事態ですよ、これは。日本にとって何もね、 不利な点はないですよ。敵基地を攻撃できるようになったから、日本は損するって話は何にもないですよ。なのに、これに対して、ャモンをつけるのは野党。どういう神経してるんだと。あなたたちは日本を守りたくないんかということでね、本気で問いただしたいというふうに思いますね。で、さらに言ってますよ。今や最近の歴史において初めて、我々は戦争の後戦国に武器を提供していると。 いうことですね。言ってます。さらにですね、ゼレンスキーに対する評価も全く違います。G7 諸国の全ての首脳は、ウクライナの領土保全と主権を尊重し、将来の防衛力を保障する公正な和平に向けたゼレンスキーの姿勢を称賛していると。おい何やってるんだという話ですよね、えー。もうね、ウクライナの領土保全と主権を尊重してですね、将来の防衛力を保障する。 公正な和平。単なる幸福じゃない。公正な和平が大事なんです。つまり、侵略国家のですね、侵略をそのまんまね、もろ手を挙げて、あの、あ、どうぞどうぞと、好きなだけ持ってってください。もうウクライナなんか主権もいりませんと、もう、あ、もういらない、いらない、何も捨ててしまおう、みたいな感じでですね、こう、差し出すというようなね。そんなことをやったら、じっと見てるわけですよ。ロシアのね、ウクライナ侵攻、誰が習近平ですよ。 習近平が見ててあああんなにうまくいったのねとあんなにうまくいったんならやろっかということで台湾にガッとくるとこういう可能性は否定できないですよ。でそういう意味においてだからこの諸立が言ってるですね諸立首相が言ってる公正な和平に向けたっていうねここ大事なことですね。降伏っていうねもうむちゃくちゃな降伏つまり相手の侵略国家のその侵略行為を是認するような 幸福ではなく、公正な和平に向けて動くべきだという。私も公正な和平に向けて動くべきだと思います。だから私はずっとね、永遠にウクライナはね、戦い続けてですね、えー、ずっと泥沼のね、戦争をずっとやってるなんて思う人はいませんよ。そうじゃなくて、ロシアのやってることは問題でしょっていうことを大前提とした上でですね、戦争犯罪人をまず裁きなさいと。これは戦犯ですよね。この虐殺行為とかね、そういうのを行ってる。 これ裁かなくちゃいけない。で、そういった上でですね、兵を引けと、ロシアは。兵を引きなさいと、ということ。これでこそ公正な和平ではないですか侵略国家の論理を認めたらですね、それは次なる侵略国家の論理を認めることになるんですよ。だから侵略国家がね、こと、だからこれもね、私ね、テレビでね、あの、言ったんですけどね、わからない人多いんですよね。防衛力の前に外交力が必要だと、というふうなね、ことを言ってる。 で外交力がね、例えばウクライナが弱かったというのを認めてもいいんですよ。NATO も弱かった、アメリカも弱かった。でもね、だから、ロシアが攻めたとで。これってね、ロシアの論理をね、是認することになるんですよ。外交力が弱かったから反省しなくちゃいけないっていうのは、それはそれでいいです。だけど、だからといって、ロシアのプーチン大統領がやったウクライナを攻めていいってことにはならないんですよ。 これをねごちゃまぜにしてね喋る人が多すぎるんですねで私それでですねまあ、ちょっとテレビでねまあ、穏やかに話したらですねなんか態度が悪いとかですねいろんなこと言われましたけどねあの番組はちゃんと言わないとですね流れていっちゃうんですよ番組のあの別に私ね あの昔の番組見ていただきたいけど NHK のね日曜え日曜取るんじゃないな「N スペ」ですかね,えね出た時ね終戦特番に出た時そんなねあの怒鳴り合いのねなんかやったってことないですよ穏やかいくら鳥越さんがねあのもう本当にねなんかねあのもう本当に信じがたいようなことを言ってもね怒鳴りつけるようなことはしませんでしたよだけどあの番組っていうのはねそういう番組なんですよあれそういえば皆さんご覧になりました なんでかな、すごい不思議なんですけどね。朝まで生テレビにね、毎回レギュラーで出ていたはずの。三浦瑠麗さんは出てないんですよね。あれなんでだろう。不思議だなあというふうに思ってますけど。皆さん、これ理由、ご存知ですか。ちょっとよくわかんないなあという気がしますけれどもね。まあ、ええー、まあ、冗談さておきですね。この、むこのね、あの胸押しが、もう本当にですね、露骨に。 ロシアにですねこうすり寄るという姿勢を示していてこの人の言ってることを真に受けたらですね日本は国際社会からですね糾弾される側になりますよ。日本だけがロシアのねことをね擁護してるとこういうことになりますよ。だか、ね、私たちはやっぱりここの国連のねこの国連が素晴らしいというつもりはないけれどもこの作ってる国際秩序の中の受益者なんですよ日本も。だってそうでしょ もし弱肉強食だっていうふうになったら中国がね台湾攻めたりですね中国が日本に侵略してきたりっていうことも十分考えられるわけですよ。そうならないためにはどうしたらいいかって言ったらまずは自分たちの防衛をねきちんとするってのはそれはその通りだけどその前段階として戦争は違法であるっていう国際秩序のですねこの秩序をできるだけ守りこの秩序を乱した人間に制裁を加えるとこれをずっとやり続けていくことが日本の国益に合致するんですよ。 だから日本の国益を破壊しようとするですね、鈴木宗男氏はですね、日本の国会議員でいる必要がないと。こういう人がね、いる日本の維新の会で、ね、早くね、とっととね、こういう人に除名しなきゃダメだと私は思いますね。だからね、日本維新の会は昔丸山穂高氏をですね、あなんか戦争しなければ北方領土帰ってこないんじゃないかというようなことを言ったときにですね、それを除名した。で、さらにですね、えー、松井代表ですかね、がロシア大使館にですね、謝罪に行ったと。 なんでだと奪ってるのはロシアだろうと北方領土なんで謝罪にんか行くんだと謝罪に来いよという話でね謝罪する暇があったら北方領土返せという話なんですけれどもでもねそれで言いながらねこの鈴木宗男氏については何のねおとがめないおかしな正当だなというふうに思いませんかこれはね私は私はですよ維新だから全部否定するとかそういうことはしませんよ全盛危機です 憲法改正について前向きであるならば憲法改正をやってほしいというふうに思いますし国民民主党にだってそうだし自民党にだってそうですよ。で是々非だけどこれはね是々非にならないというふうに私は思います。皆さんいかがお考えですか私はこの,あのもう非しかないと思う宗義のやってることについてはこれはもうあ全面的に論,あの論理として国際社会にね到底通用しないデタラメな論理を、えー、口ちばしってるというふうに思いますね。 さっさとですね、引退することを勧告したいというふうに思います。さて、えー、今日のイソップ宮は341番ですかね。狂えるライオンと小鹿。ライオンが発狂した。これを小鹿が森から見て言うには、これはひどいことになるぞ。正気の時でさえ耐えられないやつだ。狂ったら何をしでかすやら。うん、面白いですね。これ、 日本共産党にも当てはままりそうな気がしますね本来普通の時ですら何するか分かんないのに、ね、彼らがなんかもうテンションが高くなってですねもう本当は発狂したら何しでかすか分からんともその通りじゃないかなと思いますが、まあ、これはなかなか面白いですね正常な時でも変なやつってのがもう狂える状態になったらもうもっとひどいことになると、まあ、これはその通りだというふうに思いますなかなか面白いですよね、えー、今後もですねこの番組を継続してまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます まだまだですね、チャンネル登録全然足りないということでですね、チャンネル登録強化月間、いや、強化年間、いや、強化ずっとしたいというふうに思ってますので、もうね、あの、本当に100万、 登録を目指してですね頑張りたいというふうに思ってますけどまずは15万登録からですね目指したいと思ってますのでもしですねこの中にまだ登録してないよという方がいらっしゃったらですね、えー、ぜひですね登録するのは無料ですから、えー、ぜひですね登録のほどを、ね、よろしくお願い申し上げたいと思います。またですねこの番組を継続するに際してですねご支援を賜られる方は下記の振込口座よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。 メンバーシップはですね、えー、昨日ね、YouTube ライブやってみたんですけど、まだまだね、もう自分の非力さをですね、痛感いたしましたね。ライブをするのではなく、メンバーシップ限定のですね、動画を配信するということにしました。で、その第一弾としてですね、過去に私がですね、えー、ある高校で講演したことがあるんですけれども、その高校のですね、高校生を相手にですね、特攻隊について話すという機会がありました。で、その動画をですね、アップしてありますので、 もうすでにアップされておりますので、ぜひですね、ご覧いただきたいと思います。今、今日ですね、メンバーシップにご登録いただいても、この動画をご覧いただくことが可能です。結構力を入れた講演でですね、まあ私の中ではよくできた講演じゃないかなというふうに自負しているものでありますけれども、ぜひね、皆さんに、一人でも多くの方にご覧いただけたらというふうに思います。メンバーシップを増やす。 そしてご希望いただいたらですね、これはもうもう今やりたいことはただ一つなんです。これはですね、事務所の移転なんです。 日本学術機構というものを立ち上げたということは皆さんにご報告いたしましたけれども、日本学術機構のですね、事務所がもう大変手狭でして、この日々のですね、業務に、まあ、こう、うまくいかないということもあってですね、次の事務所に移るためにはですね、何としてもですね、資金を集めなくちゃいけない。資金を集めないとですね、私の個人のお金をですね、またここにですね、寄付しなくちゃいけないと。で寄付するにしてもですね、そもそも個人のお金がないということでして、まあ、まあ、だったらお前ベストセラー書けようというふうに言われるかもしれません。 頑張ってて書いてます、えー、ぜひです、ねえー、もしご寄付、えー、この事務所日本学術機構新しい日本の、えー、日本学術会議にですね対抗していくようなそういう学者の集まりを応援したいという、えー、方がですね、えー、いらっしゃったらですね今まだ日本歴史探究会になってますけれどもあの講座名まだ変わってないんですけどこの日本歴史探究会に、えー、ご寄付いただきますとこれが日本学術機構の事務所のですね変更にえーえー ここの活用させていいただくということうになりますえぜひですでね今度はクラウドファンディングもやろうというふうに思っておりますけれども、まあ、一番いいのはね、クラウドファンディングってあれやるとですね、あの何パーセントも取られちゃうっていうんですね、だったらそれもったいないなということで、悠長にですねこのご寄付いただくのが一番ありがたい、何パーセントも取られないということですから、もしよろしければ、ですねこちらにご寄付いただけたらというふうに考えております。ぜひですね日日本本学術機構これからの,日本の 僕も応援したいというふうに思ってますし、私自身もそのためにですね、これを作りましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。